まずは準備です。卵白 33g を室温に戻します。マカロン生地用に丸型の口金で絞り袋を作ります。クリーム用に大きめの丸口金で絞り袋を作ります。天板にクッキングシートを敷きます。クッキングシートと同じサイズの紙を用意します。直径3センチの円を描きます。ペットボトルの蓋が直径3センチなので便利です。続いてマカロン生地作りです。材料はこちらです。袋にアーモンドプードル 40g を入れます。粉糖 50g を加えます。よく振り混ぜます。2回ふるっておきます。室温に戻した卵白 33g のコシを切ります。レモン汁を数滴加えます。卵白 33g をある程度泡立てます。グラニュー糖 20g を4回に分けて加え泡立てます。ゴムベラで壁面の卵白を混ぜ入れます。再び高速で泡立てます。低速で1分ほど混ぜ、泡を均一化します。緑の着色料を加えます。ハンドミキサーの低速で混ぜます。メレンゲはこれぐらい固く仕上げます。先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。再び先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。再びそこからすくうように優しく混ぜます。またまた先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。マカロナージュ前はリボン状に落ちないです。生地をボウルに押し当てマカロナージュします。マカロナージュ後はツヤが出てリボン状に落ちます。生地を絞り袋に入れます。クッキングシートの上に円状に絞り出します。トンしてマカロンの表面を平らにします。気泡が見られる場合は爪楊枝で潰します。余った生地は口金側をラップと輪ゴムで固定します。絞り袋は空気が入らないようにして口を縛ります。涼しい場所に置いておいて後で焼いてください。紙を抜き取ります。
冷蔵庫に45分ほど入れ乾燥させます。冷蔵庫乾燥中は冷蔵庫を開けないでください。 22.5 分ほどで手前奥の向きを逆にします。オーブンを150度に予熱します。マカロンは多少手につく状態でも OK です。150度に予熱したオーブンで12分間焼きます。ピエもできています。室温に30分ほど置き十分に冷まします。冷めればきれいに剥がれます。裏面はこんな感じです。マカロンの断面はこんな感じです。次はピスタチオクリーム作りです。材料はこちらです。無塩バター 50g を室温に戻します。ピスタチオ 30g を熱湯に3分間つけます。取り出し、やけどしないように皮を剥きます。水気をしっかり取ります。麺棒で粉々にします。鍋に生クリーム 100ml を入れます。グラニュー糖 25g を加えます。中火にかけ3分ほど混ぜながら煮込みます。粉々にしたピスタチオを加えます。1分ほど混ぜながら煮込みます。バターが溶けないように十分に粗熱を取ります。無塩バター 50g をゴムベラで練ります。先ほどのピスタチオを加えゴムベラで混ぜます。絞り袋に入れます。次に組み立てです。マカロン8枚にクリームを絞ります。残りの8枚で挟めば完成です。最後に美味しい食べ方です。トレーなどに入れラップをします。冷蔵庫で30分ほど冷やしてクリームを固めます。固まったら1個ずつラップで包みます。タッパーや袋で密閉します。冷蔵庫で一晩から2日間寝かせてください。食べるときは室温に戻すとより美味しいです。手作りなので冷蔵3日以内で食べてください。皆さん、こんにちは。パンダパパです。パンダママです。レシピ動画いかがだったでしょうか。本日もまたまたリクエストです。はい、10FFQ さんですかね。そうですね。数字の10と9なので、もしかしたら 10FF9 さんと読むのかもしれないですね。はい。
では10FF9 さんからリクエストいただきました、豆からピスタチオマカロンを作ってほしいということで、ピスタチオマカロンを作ってみました。はい、で豆からというご指定をいただいていたので、今回豆を使っているんですが、はい、まあ、皮を剥いた方が見た目も良くなるかなということで、はい、皮を剥いております。はい、で前もねマカロンのリメイク動画の時にもご説明したと思うんですけども、はい、まあ、こういうピスタチオとかナッツ系の皮を剥くのっていうのは熱湯に3分ほどつければ皮がきれいに剥けるっていうのがポイントですかね。はい、そうですね、つるんときれいに剥けます。はい、そうですね。であとですね、もう一つポイントがあるとすれば、ピスタチオをですねあらかじめ熱してからバターに加えるんですが、はい、ちょっとですね粗熱をだいぶ取らないとバターが溶けてしまうっていうのがあるんで、はい、まあ、工程でもね粗熱を十分に取っていうふうに書いているんですけど、そこだけ気をつけていただければなと思います。はい、そうですね。はい、で味の方はですねバターや生クリームが入っているのでとっても濃厚になっております。はい、で後味にですねたっぷりのピスタチオを感じます。まあ、豆からねピスタチオを使っているので結構ピスタチオ感が強めかなと思います。はい、そうですね、マカロンとよく合いますねピスタチオね。はい、はい、まあ、結構口の中にピスタチオの風味が広がるので、ピスタチオが好きだよっていう人にはぜひ作ってほしいマカロンになっております。はい、ぜひ作ってみてください。はい、ではでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。パンダワンタンは YouTube 内でマカロンレシピ動画を公開しております。わかりやすいをコンセプトに時間をかけて動画を作っております。お時間ある時にでも一度見ていただけましたら幸いです。またクックパッドや Twitter など他の SNS もやっております。詳細は概要欄に載せておりますので、そちらもフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。